新年明けましておめでとうございます。なんていうか、2020年の終わりはスルーっと通り過ぎていった感じで、のんびりしていたら今日になってしまいました。すいません、こんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。皆さんはどんな年末年始をお過ごしでしたでしょうか？ゆっくりできましたか？私は12月更新を頑張りますと宣言しておきながら、全く更新できずで本当に申し訳ございませんでした。去年を振り返ると、私の中ではすごく気持ちがガラッと変わった年というか、前向きになれた年だったんじゃないかなっていうふうに思います。だから今年2021年は頑張るぞって思ったその気持ちをちゃんと行動に結果にしていける年にしたいなと思っております。はい。あと、サムネの雰囲気普段と違くないですかって思われた方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今年のテーマというかは、素を出していけたらなっていうふうに思ってます。もっと自分らしくこのラジオができるといいなっていう目標もあります。やっぱり今まではあんまり自分が出すぎないように気をつけていた部分がありまして、それは自分に自信がなかったっていうのもそうだし、なんていうか、こう正しいことを言おうとしてしまう部分があるんですよね。例えば、皆さんピカソの絵を一度イメージしていただきたいんですけど、ピカソの絵って大半の人が最初パッて見たら、ん？なんだこれは？これは、これが芸術なのか？とかって思うじゃないですか。目とか鼻とかがもうあちこちにあって、色使いも緑とか赤が顔にあるような感じで、正直これが絵が上手いのかなとか、自分にはピカソわからんぞっていう人も多いと思うんですよ。で、私も全然わかんないんですよ。ピカソの絵を見て、おー、これは素晴らしいとかって思える感性とか知識とかって全然なくて、でももしこのラジオでピカソの絵を語るってなったら、その時代背景とかピカソの生い立ちとか、いろんな人の解釈をバーっていっぱいいっぱい調べてから、その中で感じたことが自分の感想になるっていうイメージ、自分がピカソの絵を最初に見て感じた、なんだこれは、どういう意味でここに緑が来てるんだとか、なんで目と左目と右目の大きさが違うんだとか、これはこういう意味なのかなって自分で考えること、自分で考えてその意見を言うことができてないんじゃないかなって気づいたんですよね。自分の意見じゃなくて、一回調べて正しい情報の中での解釈を前提にしてしまう、こう、 うまく言えないんですけれども、世間の解釈とか評判に対しての感想を言ってるみたいな、二次的感想。私、自分の意見ってそういう感じなのかなって客観的に見て、客観的に聞いて感じたんですよね。自分が本当に最初どう思ったのかっていうのを言葉にできてないんじゃないかなっていう、正しいことありきでしか話せてないんじゃないかなとかって思ったんですよね。なんで、聞く人が聞いたら
アンポンタンだなって思われるかもしれないんですけれども、なんか私はこの目のズレはこれを表してるんじゃないかなと思いましたとか、泣いてるように見えましたとか、その最初に自分が素で感じたことっていうのをもっともっと話せるようになりたいなって思いました。私普段からこのラジオ台本というか、一度話したいことを自分でパソコンで書き起こしてから撮ってますって言ってるんですけど、結構もう接続詞とか語尾まで文章に全部書き起こしてて、だいたい今動画一本40分くらいなんですけど、一つの動画につき8000字ぐらいの書き起こしを毎回してるんですね。で、そういうのもね、もっと箇条書きぐらいで自分の伝えたいことをボワーボワーってメモして、で、もっと自分らしく話せるようになったらいいなとか、初期よりかはだいぶマシになりましたけどね。最初の頃のラジオって結構ひどくって、語尾とかもうずっとこうこうこう思うんですよね、こうこうこう思うんですよねみたいな、ずっとそればっかりで、コメント欄でも喋り方が不自然とかって書かれたりしてたんですけれども、その時よりかはだいぶ自分の言葉に落とし込んで喋れるようになってきたはなってきたんですけれども、でもまだ正しく喋らないと、うまく喋らないと、変な間を生み出さないようにしなきゃみたいな、そういう自分の気持ちというよりかはうまくやろうってしてる部分が強いんですよね。なんか言うなら射精をしているような感じ、射精じゃない、書写か、書写をしてる感じ。小学校とか中学校で授業であったこうお手本があって、それをじっくり見て紙のこのあたりに点を置いて、長さはこれぐらいで、払いはこっからここまでみたいな、こう書くのが正しいぞっていうのを見て書いてる感じ。今は自分にとってお手本が世間みたいな、正しく綺麗に書こうとしてるんですよ。でも今年はこう勢いよくね、自分らしく跳ねたりとか、力強く払ったりとか、かすれたりとか、単に字を綺麗に書く、うまく綺麗に書き写すっていうことだけじゃなくって、なんかね、そういう自分らしさというか、本来の、なんて言ったらいいのかな味というかね、自分らしさを本当に出していけたらいいのかなって思います。うん、と言いつつも今日もね、結構しっかりめに台本を用意しているんですけれども、はい、あ、この1年でこうやって書き起こしているものをもっとフリーに話せるようになるというか、そういう台本もありつつ、でもそれが 100% じゃなくって、その場その場で自分の意見を混ぜ込んだりとか、箇条書きでもっとフリーに話すとか、究極目指すところはもうお便りの抜粋だけしてその場で喋れるようになるといいかなとかって思います。うん、そんな感じで今年1年はより素っぽいというか、自分らしく自分の味が出るようなラジオを目指していきたいなって思ってます。あと今年はいろんな動画も出していきたいなって思ってます。ラジオってやっぱり聞いてみないと良さがわからない
と思うんですね。普通の YouTube って企画があって何とかしてみたとか、1ヶ月何々生活とか、サムネとかタイトルを見て面白そうだなって思ったら見るっていう感じだと思うんですけど、内容がパッて見て分かって、それが自分の興味にあったら見る。でもラジオでサムネイルとかタイトルパッて見て、あ、興味あるな、見たいなって思ってもらうのって結構難しいなって実感していて、まあ、例えばサムネイルで顔がいい、顔が可愛い人とかね、ちょっと胸を露出してますとか、エッチな際どい質問に答えますとかっていうのだったらいつも以上に見てもらいやすくなるかもしれないんですけれども、私はなんだろうな、顔がいいとかそういうね武器はないなぁと思うんで、いろんな動画を出すことでいろんな人に知ってもらうきっかけを作りたいなって思ってます。今までは基本的には変わらず、リスナーさんからお便りをいただいてそれに答えてっていう形でラジオだけでやってきたんですけれども、なんか今年はラジオだけというよりかは、スピンオフじゃないですけれども、日常っぽい動画とかがあってもいいのかなって思ってます。 YouTube って難しいなと思うのが、結構流行り廃りがあるじゃないですか。一時期面白いなってすごい見てたチャンネルも、数ヶ月経ったりしたらもう全く見なくなったりとか、自分もずっと見てるチャンネル、毎回動画欠かさず見てるチャンネルって本当に一個だけしかなくて、どんなチャンネルも飽きというか、あ、もう見なくてもいいかなっていう時が来ると思うんですよね。今はもうたくさんの YouTube のチャンネルがあるので、コンテンツが飽和状態なんですよね。 YouTube 以外でも、もういろんなメディア、個人メディアが発達してきて、無料で楽しめるものがたくさんありすぎて、その中で今こうやって私のラジオを40分も聞いてくださるリスナーさんがいるのって本当にありがたいことだなって、もういつも本当に本当にありがとうございますって思ってます。うん。それで何が言いたいかっていうと、私のリスナーさんも結構2年の間に入れ替わってるんですよ。でもそれは前に見てくれた人がいなくなって悲しいな。あ、もう自分オワコンだ。ダメだ、みたいな悪いイメージで捉えているわけではなくって、自分が視聴者だとしたらそうだよなって、面白いなと思うチャンネルを見つけて、なんかバーって上がってる動画何本か見てみて、チャンネル登録して、それから1本2本見たら、それで満足しちゃうっていうことも、自分自身も多いので、本当にそうだよなって思うんですよね。だから、今まで見たことある人にとっては、佐藤真奈、今こんなこともしてるんだって、改めて見てもらえるきっかけにもなる動画になったらいいなって思ってます。はい。そんな感じで、なんかぬるっと今年の抱負というか、こんなラジオを目指したいぞっていうのをお話しさせていただきました。今年1年はより素に近い状態で、もちろんいつものラジオプラスいろいろ挑戦してみたいなって思ってますので、どうぞ今年も1年よろしくお願いいたします。それでは今日もいただいたお便りを読んでいきたいと思います。こんばんは。
お休みラジオなのに、真っ昼間からマナさんのラジオも聞くことがあるくらい楽しんで拝聴しております。私には付き合ってもうすぐ1年が経つ彼女がいます。基本的に楽しく生活しているのですが、先日あることがきっかけで喧嘩になってしまいました。彼女はジャニーズが大好きで、四六時中ジャニーズの動画を見ています。私も一緒にジャニーズのことを知ろうと思って、私も一緒にジャニーズのことを知ろうと思って、メンバーの顔、メンバーからメンバーの名前まで覚えるくらいハマってしまいました。ただ、彼女が熱狂的なあまりついていくことができず、最近は自分のゲームに没頭することが多くなり、喋る機会も減ってしまいました。喋る機会も減り、彼女の小言が目立つようになってきたことに加えて、さらに彼女は愛情表現が苦手なこともあって、最近は寂しいなと感じることが多くなりました。我慢するのも良くないかなと考えて、先日そのことをようやく打ち明けることができました。それと、私がジャニーズを見るのは、〇〇くんがゲームばかりしてるからじゃん、と一蹴されてしまいました。私は構ってほしいな、愛情表現もやってほしいな、と考えて打ち明けたのに、喧嘩になるとは思わず、想定外の状況に少したじろいてしまっています。問題の解決をしたいと考える一方で、自分が興味のないことにはとことん興味がない彼女と、これからうまくやっていけるか正直不安です。マナさんはこうした状況に陥ったとき、どのように対処しますか？とお便りいただきました。ありがとうございます。彼女がジャニーズばかりで構ってくれない。自分がゲームばかりしてるからじゃん。って喧嘩になってしまったっていうことですね。すごい優しいなと思いました。質問者さん一緒にジャニーズのメンバーカラーとかまで覚えてくれるってすごいですよね。それで自分がゲームばっかりなんじゃんって言われちゃうと、確かになんかあれって思っちゃうのもわかるなと思ってお便りを読ませていただきました。多分質問者さんは本当に優しい方かなとお便りで感じるので、その喧嘩越しで言ったわけじゃないと思うんですよね。打ち明けるっていう言葉を選んでいただいたみたいに、こう二人で今後も仲良くしていくためにっていう気持ちでジャニーズのお話をされたのかなって思うんですよ。うん。で、そこまで歩み寄ってくれるかなって思ったら、ゲームばっかりなんじゃんって言われたら、確かにあれって、でもなんかお互いに好きなことをしていると、いつの間にかすれ違ってることってありますよね。例えば私が彼女さんだったとして、いつも通りこうジャニーズをスマホでなんか動画とか見てるとして、でそれを見て質問者さんは、あーまたジャニーズ見てるわと思って、自分ゲームしようってなって、質問者さんはゲームをする、で私がジャニーズ見るのを一段落してふーと思って、彼氏の本命やったらゲームしてるから、あーゲームしてるからまあいいかになっちゃって、で質問者さん彼氏の方も構ってもらえないからゲームしとこうで、ゲーム暇つぶししてて、彼女さんチラッと見たらまだジャニーズ見てるわみたいな、なんかそんな感じでお互い気にはしてるけどすれ違っちゃってるのかなっていう風に感じました。彼女さんから見ると、だって自分だっていつもゲームしてるじゃんになるし、質問者さんから見ると
いや、いつもジャニーズ見てるから、ゲームやってるだけだし、っていう風になっちゃうんだろうなっていう。だからあんまり、どっちがゲームしてるからじゃん。どっちが先にジャニーズ見てるからじゃん、みたいな喧嘩じゃなくて、なんかね、歩み寄りができたらいいなって思いますね。質問者さんはそれをしたくて多分彼女さんに打ち明けたのかなって思いますし。でもあれですよね、質問者さん結構歩み寄ってますもんね、彼女さんのジャニーズ趣味に。でも彼女さんはお便りに書いていただいたみたいに、自分が興味のないことはとことん興味がないっていうことで、質問者さんのゲームには全然興味がないよっていうことなんですよね。人の好みというか、興味ないものは興味ないで仕方ないかなって思う部分もあるので、ジャニーズ一緒に見てるのになんでゲームを一緒にしてくれないのっていう、そういう歩み寄り方というよりかは、彼女さんの趣味が行き過ぎないようにっていう風に考えた方がうまくいくのかなって思いました。なので例えば、一旦そのジャニーズ見終わったら呼んでほしいなっていうとか、こうパッと見てゲームしてるからいいやじゃなくて、名前呼んでくれたらすぐ行くのにとか、逆に質問者さんがその一旦彼女さん何してるかなとかってパッてチラッて見るタイミングとかあるんですけど、まあ、そのタイミングで何々ちゃんって声かけて呼んでみるとか、その意味はないかもしれないんですけども、一言名前を呼ぶか呼ばないかだけでもやっぱりその捉え方というかね、違ってくるんじゃないかなって思います。あとは何時から一緒になんとかしようねって二人であらかじめ一緒に過ごす時間を決めておくとか、そういう歩み寄り方はどうでしょうか。お便りを読ませていただいた感じ、きっとお互い好き同士なんだろうなって思いました。喋る機会も減っていて、お互いなんか別々のことをしちゃって喋ってないから、こう言葉が少なくってお互い勘違いが起きてすれ違ってしまってるかなっていう状況かなと思ったので、今回喧嘩にはなっちゃったんですけども、お二人にとってすごいいい機会というか必要な機会だったんじゃないかなっていうふうに思います。女の子って多分言葉では言わないけど、こうしてほしいって思うことっていっぱいあると思うんですよ。自分はジャニーズを見てるけど、でも実は彼女もゲームしてる、質問者さんから声かけれるのを待ってたりとか、かまってもらえるのを待ってるところがあると思うんですよ。その状況、いつも見てるとき、ゲームしてる、いつもジャニーズ見てるとかっていう、その状況だけじゃなくて、本当はこう思ってるよっていう気持ちの部分までなんか話し合えるといいかなって思いました。質問者さんとかね、彼女さんをお互い否定したいわけじゃなくて、もっとね仲良くなりたいんだよって、二人の時間を大切にしたいんだよっていうのが伝わるといいのかなって思います。仲良直りができますように応援しております。というわけで本日もお別れの時間が近づいてまいりました。エンディングなんですけれども、皆さん今年は
初詣はもう行かれましたでしょうか。私は地元の小さな神社にさっと家族で行ってきて、おみくじ引いてきたんですけど、今年はですね、小吉でした。結構総じて我慢しなさいみたいなことがたくさん書いてありましたね。まずは自分が一歩下がって周りを見たり反省したりしなさいっていうのが書いてあって、が結構なるほどなって心に染みたおみくじでした。なんでね、今年うまくいかないことがあるかもしれないんですけど、今年は我慢の一年だなと思って、一歩下がって、でも前はずっと向いてたいなって思いました。私は今年はいろんなことに挑戦しようっていうふうに思っていて、でも急にね、すぐにはうまくいかないなって自分でも思い当たることはいっぱいあるからこそ、失敗して、あ、自分ダメだな、これはダメだったんだなって下を向くんじゃなくて、こう一歩下がって何度も何度もやり直して試行錯誤していきたいなって思いましたね。普段あんまり占いとかっていうのを信じるタイプではないんですけど、今回のおみくじは今の自分に必要な言葉だったなと思って、一年ね、なんか一歩下がって我慢の一年だっていう風に言うのを心に刻んでおきたいなっていう風に思います。皆さんは今年もうおみくじだったり新年の抱負っていうのは決めましたでしょうか。よかったら皆さんのおみくじの結果や新年の抱負もコメント欄で教えてください。それでは今日のおやすみラジオはここまでです。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。おやすみラジオ、お相手は佐藤真奈でした。皆さん、いい眠りにつけますように。おやすみなさい。